公共軍庁公共軍は大韓民国全羅南道の南海岸にある軍。韓国のロケット発射施設であるラロー宇宙センターが一致している。ユズの産地としても知られる。軍域の大部分は南海岸に突き出した公共半島上にある。半島の付け根にあたる地域とその周辺の島々をも軍域に含んでいる。軍に属する島は169個の多数に上り。 最大の島は半島西南沖の金山島である。半島西南部にある小島、ソロク島には温暖な気候と隔離が容易な地理的状況から植民地期にハンセン病療養所、ソロク島高生園が置かれた。公共半島南東にはラロウ島と総称される内ラロウ島、外ラロウ島がある。ラロウ宇宙センターは外ラロウ島にある人工衛星打ち上げロケット、 ラローはこの地名に由来する。公共の地名は、高麗時代からの歴史を有する。1914年、日本統治下で行われた府軍の配合により、現在の公共軍の範囲が制定された。2001年より宇宙センター建設事業が始まった。軍内では、宇宙教育広報館や、国立公共青少年宇宙体験センター、宇宙天文科学館など、 宇宙関係の事業が推進されている。2U14 面からなる。軍庁は公共半島中央部の公共 U 玉、下里にある。軍内に旅客用空港、高速道路、鉄道はなく、一般の国道で、順天市紅葉市などと結ばれている。海を隔てて、東に当たる冷水士との間に橋を架ける工事が行われている。ありがとうございます。